はい、こちらの現場では今も救助活動が続いているんですが、現在はですね、こちら橋の向こう側で警察が手作業で土砂の撤去を進めています。これはチームを交代して行っているんですけれども、戻ってきたチームのですね、足元を見ますと膝まで、泥がついていることからかなり足場の悪い状況で重労働続いているということが言えそうです。私たちはこの現場で昨日から取材を続けているんですが、ここで実際に被害に遭った方や、土石流と、を実際に見たという方からも話を伺うことができました。実際に土石流と鉢合わせをしたという人によりますとですね、土石流のスピードは思ったよりもゆっくりだったと話されているんですね。ただ、その土石流がですね、一体何なのか分からず一瞬パニックになったということを話されていました。こちらから見えるあの茶色のビルの住人の方にもお話を伺うことができました。こちらのビルは1階が店舗兼住宅になっているそうなんですけれども、今1階の空いている窓からは泥だらけになったカーテンが確認できます。もうあの状況から1階はもうすでに全部が泥になってしまったのではないかと住人の方は話されていました。ここから見ても分かる通り土砂はかなりの量が積もっていますので、まだまだ撤去そして救助作業には時間がかかると見られます。